そうか。やはり玄徳王権の将軍ファルコがかつてラオウの野望をその足一本と引き換えた男。かつてラオウが嵐となって世を席巻、皇帝の胸にもその魔種が伸びた。ウヌが玄徳王権のファルコか。戦うか退くか、どちらか選べ。どちらも選ばぬ。このまま村を素通りしてもらいたい。ただでとは言わない。土産は渡そう。村人の一滴の血も流したくはないのと。けど、そういう男がなんで天帝の言いなりに。天帝の圧政はファルコが一番嫌うんじゃないのか。奴は天帝を殺さん。それは自分に課した掟のため。暗い。聞いたか、我らが天帝は暗いのがお嫌いじゃ。回せ、心を込めて回すのだ。苦しい。誰が休んでいいと言った。おう、ワルコ様。将軍、蛇行総督がお呼びです。ワルコ将軍、泣かずともその足が泣いている。バルコ、なぜ反乱軍を全滅せずに戻ってきた。思わぬ敵が入りました。貴様、臆病風に吹かれおったな。誰の前だと思っている。背が高い。威服せんか。なんだその目。息子たち、私が何者か我子に教えてやれ。は、父上は天帝の最も信任がつき総督閣下にあらせられます。父上の口は天帝の口であります。聞いたか。なんと呼び、天帝に弓引く北斗を倒すのだ。元凶はすべて北斗にあり。ちっぽけな軍団一つに天帝が崩れるものか。
炎を永久に止めてやろう。この門にはな、電流が走ってんだバカ野郎。どうだ、丸焦げになるだけだぜ。敵の増援のご登場だ。俺が叩き潰してやるぜ。どけどけ、うぬら腰抜けのファルコ軍の出る幕ではないわ。我ら総督直轄軍が仕留めてみせるわ。私にしてくれる。これぞ我が子の永久に止めてやろう。貴様の剣など弾き飛ばしてくれるわ。さっきまでの違う。お前たちはファルコの兵か。そうだ、俺たちはファルコ様のためならいつでも死ねる。よかろう、待とうファルコ。